前回の動画でなんと110連でピックアップキャラクターが全て揃うという大満足の結果に終わりました。皆さんですね、おめでとう、そしてふざけるなという心温まるコメントしていただきありがとうございました。今回はですね、そんなドリフェスのもう一つの戦いをご覧ください。どうぞ。どうも皆さん、マーシです。というわけでマーシがお送りいたします、バンドリ。さあ、僕の終わってないんですよ皆さん。このアカウント実はですね、僕が iPhone でもね、こちらガルパインストールしてて、仕事の合間とかでよくプレイしてるんですね。そこのアカウント、まあ要はサブアカになるんですけれども、もう頑張ってねスターを貯めて、まあ運営様のおかげもあって、2万8000個貯まったんですよ。でこれを使ってこのアカウントでドリフェスをね臨もうと思います。で一応幸運なことに、これ全く無課金でやってるんですけども、星音が一応今4体ね、持ってるんで、まあそれ以外ね、ここでもやっぱりね心ちゃんね狙ってね引きたいですよね。はい、それでは早速いきたいと思います。さあ、まあ俺のドリフェスはまだ終わってませんよ皆さんね。ここだからほぼほぼどんなキャラが出てもあたりなんですよ。ほとんど持ってないんでね、星さんですらそんなに持ってないんで、もうどれが来ても嬉しいっていう。さあ来てください。黄色でもね全然いいよ。さあ、どんな新しいキャラクターが登場するんでしょうか、楽しみです。今のところまだね、こういうのもまだ持ってないからね、俺ね本当に全然持ってないんですよ。あ、これ爆死か、ちょっとロード長かったから期待してたのにな。ひまりちゃん、りんこちゃん、結構なんか初期衣装が多いですね。でこれひ、あ、ココロン当たりですね。爆死かと思いきや、まさかのどんでん返しですよ。これ、お花見スペシャル、ずるまい、心ちゃん。持ってないの。本当に。はい、いろいろね、まだ持ってないんでね、どんどん引いていきますよ。ロードが長いな、ちょっとね。なんだろうね、最近、うちの我が家の回線がすごく弱いんですよね。さあ、どうでしょうか、虹が来ましたよ。さあ、心ちゃんが来るのか、ここ、ああ、来ると思ったの、今ね。準備してたよ、俺今。あ、こうしちゃん、返したよ。これもまだね、実はこのアカウントでは持ってないんですよね、宇田川あこちゃんね。宇田川智恵さん、2章の宇田川智恵さんですね。さあさあ来ましたよ、宇田川姉妹が当たってきました。さあ次は一体、ちょっと次氷川姉妹、姉妹氷川姉妹って言ってしまった、なんか死になってしまった。氷川姉妹来てほしいな。さあどうだこれは、あ、イブ、ババイブちゃん、これ持ってるかな、俺ちょっとわかんねえな。あ、これ持ってんのか、どれ持ってないのか分かんないな。あ、これはね、持ってない、もちろん。期待の新生 MC、花園タエ。さあ、見事に、新生 MC の花園タエちゃんをゲットできました。では、これで何連か忘れたけど、40連目かな、これでね。黄色か、黄色多いな。まあ、でもドリフェスは黄色じゃないからね。もう、いつ虹が来てもおかしくないっていうね。みんなにお守り作ってきた。これはね、当ててた気がするな。ごめんなさい嘘言ってしまった。北沢はぐみちゃんと、まあでも新規キャラが出てきましたからね、いいよ、順調ですよ。まだでも星音が1人しか出てないからね、かつドリフェスキャラは1人も出てないっていうね。ドリフェスってか限定キャラが、さあ誰か来てほしい。あ、サーヤ、私の気持ち、これ持ってないはず。どうしても霞に伝えたいんだ。2章のサーヤね、言葉じゃなくて気持ちが。これ前回のイベントの時のね、イラストでも非常に感動したけどね。持ってた、ごめん俺もうみんな多分俺の言うことを信用しない方がいいかもしれないわ。結果オーライ氷川ひなちゃんですね。はい、順調に新キャラをね当てておりますよ。まずステージのキャラを持ってないっていうところですからね、ほとんどガチャ引いてないからねこのアカウント。さあどうだ、そろそろもう一回ぐらい20円数が来ても嬉しいなと思うんだけどね。どうでしょう、腹黄色あ、リンコちゃんですね。でもまあまあこれも新規なのか、全体的に見たらもう新規めっちゃ多いな、半分以上が新規キャラか。まあそしたら全然嬉しいのかな。さあもうスターがあと残り1万個ですね。さあ来ました、飛ばそうよもうドリフェスでしろってどうなんかな。みんなで写真でも撮りませんか。このひまりちゃん持ってんのかな、俺持ってないんだ、とっておきの場所。全然いいな。じゃあでも1回ぐらいせめてやっぱり来てほしいよね。やっぱり 6% の確率ですよ、そういうことよ、そういうこと。さあ誰だろう、限定キャラ来てほしいな。心来てほしい、心、ここでもね
ココロちゃんをゲットしておきたいもんね。さあ誰だろう。ココロココロココロ。これが愛よ。これぞ愛よ。本当に本当に心きたわ。やったー、全員歓迎する前心ちゃん、こっちのアカウントでもゲットできました。すごい嬉しい。さあ残りあと30連ですね。もう一体ぐらいちょっと欲しいなね。単純計算って言ったら、それはさっき当てたね。やっぱり夕焼けだよな。こっちのアカウントどうしようかな。スキル増した方がいいのかな。さあ今回は珍しく、ね、新規が一人だけっていう感じですね。だんだん持ってきてるキャラが増えてきたね。さあ残り20連、1回くらい、もう1回くらい20連スが見たい。来ないかな、召喚で、つぐみちゃんと。これ持ってない、これはまだ持ってない。これはね、断言できる、これは絶対持ってない。はい、天体観測。さあではラストね、10連でございます。これで110連ですね。引いていきます。1回ぐらい来てほしいな。もう1回、もう1回虹、もう1回虹。よし、誰だと思う。やっぱりちょっとピックアップキャラの心以外のね3人来てほしいですよね。さあ誰だろう。ドキドキの瞬間ですよ。あれ、かすみちゃん。ドキドキの瞬間。さあ誰だ。うわ、ドキドキするな。めっちゃ知らない人たちってどうしてこんなに面白いんだろう。誰だ、来るだろう。未知数の存在、そろそろ来るよ。あー、サヨさーん、サヨさーん。考えなくても、いやマジ大勝利だわ。ありがとうございます。あ、こっちか。安心できるよ。これはまだどうかな、見たことないよね。だよね、手をつなげば花園、たえちゃん。はい、というわけでなんと私の大好きな鶴巻心ちゃんと鶴巻心ちゃんと、氷川さよさんが当たりました。めちゃんこ嬉しい。ナンバーワンとナンバーツー当てれましたからね、推しキャラの。はい、もう大満足のトリフェスでございました。というわけでまたね、このサブアカランク968しかないこのサブアカで、またね、仕事の合間にガルパをやって、スターを貯めて、また次か、まあ、その次のドリフェスで、ね、ガチャを引いていこうと思います。それじゃあ皆さん、またね、バイバイ。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。見事に鶴巻心ちゃん、そして氷川さよ様を当てた私マーシー、皆さんどうぞ動画のコメント欄にふざけるなと心温かいコメントを送ってください。いつかチャンネル登録お待ちしております。他のマーシーの動画も見てみてね。またね。